調査は豊中市と大阪大学、医療情報サービスを手掛けるベンチャー企業の3社が5月上旬から始めます。調査対象はこれまでに新型コロナウイルスに感染した豊中市民およそ3万人で、後遺症の調査としては国内で最大規模です。書面のアンケートやスマートフォンのアプリを使い、感染時の症状やその後の経過、ワクチンの接種歴などを調査。大阪大学がデータの解析を行い、今年の10月ごろに結果を公表予定で、その後2年にわたり継続調査も実施します。コロナの後遺症に悩む人は後を絶ちません。大阪北区にある北野病院では、去年から後遺症の専門外来を始め、これまでにおよそ100人の患者を診察しています。退院しましてから嗅覚障害ですとか味覚障害、脱毛の症状ですとか、ちょっと不安に感じる後遺症がありました。病院によると後遺症には2つのタイプがあり、そのまま症状が長引くケースと、コロナ回復後集中力の低下や脱毛の症状が新たに出てくるというものです。最近ではオミクロン株特有とみられる症状を訴える人もいます。オミクロン、やはり感染者の数が非常に今までと桁違いですので、まだ1ヶ月2ヶ月というスパンではありますけども、感染後の症状が続いている差は多いです。でやはり倦怠感が強かったり、あるいは咳が非常に強かったりする方が多いですね。後遺症が長引くことでもう一つのリスクも、はい、お願いします。途中で例えばうつ病であったり、不安神経症になったり、 PTSD になったりというふうに、コロナプラス二次的な合併症が起きているという場合もあります。そういったものをしっかりとコントロールするというのもやっぱり重要かなと思ってます。